こんにちは。今回も、ゆうさんのコメントに動画で返信してみようかと思います。このように書かれてます。ちょっと長いんで、分割しながらお話しますね。えー、久保さん、まさか自分のコメントを取り上げてくださるなんて今拝見してびっくりしました。今回もびっくりしたでしょこういうの私好きなんですよ。えー、貴重なお話をありがとうございます。みんなの銀行、分かりませんでした。みんなの銀行は先ほど新しい動画をアップしましたので、そちらの方をご覧いただいて、スマホアプリにね、みんなの銀行をインストールして、紹介コードを入れてみてください。1000円入ってますよ、もう。 でマックスで30万まで入りますからね頑張ってくださいはい、えー、でもちろん転職も考えたことありますが私は長く福祉の仕事についており今はそれなりの立場になり施設のこと利用者さんのこと子どもたちのことなどを考えるとパッと別な職場へ踏み出せずにおりますと、えー、長年この仕事に携わる中で人としての心の豊かさ 尊さまざまな心の成長をし続けることに日々感謝をし私はこの仕事に誇りを持って働いておりますということですねはい確かにね誇りを持って仕事をするの大切だと思うんですよで私が思うのはあのまあ頑張って意欲を持って社会的な必要性にね駆られる部分もあって ものすごく意識高くされてると思うんですけども、結局報酬が見合わなければそこにいられないっていう現実もあるんですよね。うん。やっぱりねこのやりがい搾取っていう言葉もあるんですけども、やりがいがあるそして老、えー、々と働けて尊いなと思いながらやっている崇高な方にそれなりの報酬とか待遇がないっていうのはちょっとねあの何とかしないといけないなと思うんですよ。でこれはですね。 本当ににこの職場を大切に思ってるんだったら取り組んでいかなないいないいいととけのかなと思うんですよ、まあこれはね必ずしも YOU さんに向けた言葉じゃないんですけどもあの今ね自分が働いてる職場をもっとよくするっていうのは自分のためではなくて次にこの職場に入ってくる人のために地ならしをしておくそういうふうな責務が先輩とかねベテランさんにはあると思うんですよね。え例えば前回ねあの放送した内容で似たようなことがあったんですけども。 新入入社員が入ってきましたその新入社員がこれ介護の現場だったんですよね20代の子が新入社員で入ってきて「よし頑張るぞ」ってからねであの現場の指導をいただく40代ぐらいの中途の方にねいろいろ教わるんですよその時にその新人さんはどんどんモチベーションが落ちていって辞めちゃったらしいんですけどもその新人さんの言うにはですね自分は現場で働いていて将来ね、まあ、いろんなポジションにつきたいな出世をしたいな給料も上げていきたいな ものすごくいい仕事になるだろうなと思っていたけども40代で自分と同じ立場で働いている人を見た時にあれこの歳になっても今日入った自分と同じ職場で同じようなことしてるんだちなみにお給料はって聞くとなんか同じくらいだっていうんであこれはダメだと思ってねモチベーション落ちていたらしいんですよだからやっぱりその何て言うのかなあらゆる職場に言えることなんですけども自分が今頑張って働いているところをもっとね 次の世代のために向上させていくもちろん待遇とか残業がないようにするとか生活に支障が出ないように職場のメンテナンスをしながらその現場をリアルタイムで働いていかないと次に来る後継者がねものすごく大変な思いをしちゃうと場合によっては待遇が下がっていく職場に新しい若い方を入れちゃうことにもなるしどのぐらいねこの仕事の中に展望が見えるのか仕事の尊さとかやりがいですとか いろんな地域社会に貢献してるっててところをどのくらい伝えれるかってことですよね。で、そんなに役に立てている仕事なのになんで給料安いのって言われないようにやっぱり給料も上げていかないといけないですしあの安くててしょうううがなないいいっに思思わことだとだんですよで。特に介護の業界のテーマが結構多く出るんですけどもね私の動画の中では私がまあ介護職を13年やっていたってこともあるんですけども介護職員の給料は安くて当たり前っていう考えは絶対なくさないといけないんですよ で介護職員の給料っていうのはこれからどんどん上がるっていう風な裏付けも取っていかないといけないですしきちんと厚生労働省などにね、嘆願をしていかないといけない。実際的な活動としてね。あのもっともっと保険適用を増やしてくださいみたいな感じであの介護職員さんっていうのはこれからね、どんどんどん実は減るんですよね。介護の仕事をしたいって言っても減るんですよ。で、相対的に介護のサービスを受けたいっていう人は増えるんですよ。このアンバランスな需要と供給のギャップにですね、給料が上がらないとおかしいんですよ。 通常ですね、まあ、あの利用者さんっていうのはお客様っていうふうな言い方をあえてさせてもらいますけどもお客さんが多くて従業員が少ない職場って従業員1人当たりの給料って高くなるはずなんですよ。ね、ニーズが多いんだけどもサプライが少ないですからね。で逆にですねお客さんが少なくって店や従業員が多いところって1人当たりの報酬って減るんですよね、まあ、当分に割りますからね。でお客さんが3人です スタッフが3,000人です。これスタッフ儲かかりますかって話なんですよ。でもお客さんが3,000人ですスタッフ3人ですっていうバランスだったらスタッフの方はやっぱり儲かりますしニーズは高まると思うんですよね。うん、でそう考えると介護の業界ってこれからねものすごく伸びていくんですよ。ものすごく市場があるんですよ。だそういうことを考えると今のうちに、まあ、いわゆるねやめないように待遇をしっかりとね先行投資してでも多くの方を。 集めてておかなないいないし働いいいとけし働る人がこんな仕事やだみたいいいななっちゃいけないんですよねで今回ゆうさんがあのお仕事のこと書いてくださいましたけどもこういう風な気持ちで働くとものすごく夢が広がると思うんですよね、まあ、ですんでね YOU、まあ、さん片っぽではちょっといろいろと切り詰めないといけないっていう考えももちろんあると思いますけども仕事自体はすごくね満足されていて多分ゆうさんの周りで働く方も楽しくされてるんだろうなと思いますね。ただやっぱりね共通な思いとして もうちょっとね、報酬増やせないかなっていう気持ちは正直あると思うんですよね。私も思いますんで。まあねまあ、ですんで、報酬を増やすためには何をすればいいかっていうと、有料のサービスを独自に作っていく。これは十分可能です。ね、この介護サービスは、もしくは福祉サービスは別料金なんで実費なんですけども、1日8000円ですよ、1万円ですよみたいな感じで、そういう商品が売れるようにしていかないと、これからね、 あの医療福祉介護の業界もちょっとねあの先がないんじゃないかなと思います。というのが厚生労働省から保険適用される、うん、いわゆるね、あのーまあ、保険ですよね <laughs> 介護保険の支給分っていうのが出てくるんですけどもねそれがね増えることをあんまり考えられないんですよねむしろ減らしてるでしょ、うん、だからそう考えるとあの有料のサービスを独自に作っていくしかないのかなと思ってたんですけどもまだ私も答えが出てませんけどもね。 その辺をあの介護に従事されてる方が副祉に従事されてる方でみんなで考えて商品開発とかをしていってもいいのかなと思うんですよ。うんまあ、他にもねあの、介護器具の体験会とかっていうのも人を集められると思いますんでそういうふうな展開をしていくとか一番いいのは YouTube を使うことですよね。YouTube を使って事業所のサービスを紹介するとか介護の基本的なあの用語をね解説していくとか。 あとは家庭でできる介護みたいな感じで、ボディメカニクスとかを分かりやすく動画で紹介するなどをしたら、多くの方は見られると思うんで、それにつられて広告収入っていうのは、YouTube のアカウント作った人に入ると思うんですよ。ただ、残念ながら調べたところ、そんなにそれがないんですよね。だから今 YouTube で介護の、もしくは福祉のことをね、専門的なチャンネルを作ると、これブレイクするんじゃないかなと思いますね。私が介護職員とか福祉に関わる仕事をしたら、間違いなくやってますね。今私はそこに関わってないんで、 やってないでもねあのこの仕事を別のところに切り替えるっていう気持ちにならないのはよくわかりますえ非常にね私も儲かるとはいえこのネットビジネスの業界に入るときに自分の作った会社や店を閉めること従業員と別れる時つらかったです、まあ、でも今おかげさんでね何よりも大事なな家族に対して全力投でできるんかかったかなと思います言ってみれば社員とか上司や部下なんて他人ですからその仕事がなければもう関わらない人なんですよ だからそこはある意味心を鬼にしてスパッと切ることもできますし、えー、確かに今いるお客さんを大切にしなければならないって気持ちもあるんですけどもねでもどんな仕事をしていてもどんな収入源を持っていても必ずそこに大切にしないといけない人って見つかるんですよ逆に言うとですね今関わっているお客様を大切にすることによって別の業界にいたらもっと助けられる人に出会えないっていうこともあるんですよねだからまあここはね 一通りの人生しか私たちは送れませんので、想像の世界なんですけども、まあ気に病むことはないかなと。どこにいても目の前の人に全力投球するのは変わらないと思いますんでね。まあた、だからといってね、これね、うさんにね、転職を進めてるわけじゃないですからね。 まあ、いろんな考え方をしましょうというトレーニングですからね。あの、私も股外れなことを言ってるかもしれませんので、そこはちょっとね、差し引きでご容赦くださいませ。またこれからうさんの状況が分かれ、分かるようになってきますと、もっともっと細かいところにね、私も配慮が行き届くと思いますので、ちょっといささか乱暴なもん切り型のお話になりました。ちょっとコメントの方を進めさせてもらいます。はい、えっ、ー、と、すごいですね。でも、仕事に誇りを持って働いている、感謝をして働いているというのはとっても尊いことだと思います。えー、本当にね、いやいや働いているとかね。 生活費のために仕方なく出勤してるみたいなことを言う人もいますけども、まあ、そんなこと言っちゃいけませんよね仮に心の中で思っててもそういう気持ちと戦っていくのが、まあ、日々の生活というね戦いだと思いますんでねはいで岸田総裁がこの間医療福祉保育へのベースアップの話をしてくださり今までの自民党総裁になかったことで明るい光が差してきたように嬉しくもなりました、うん、確かに 千田総裁は新ししい風を吹かそうとしますので例えばね、長老議員を排除したっていうところも大きな前進だと思うんですよ。多分ね、二階さんをはじめとする二階派っていうのは、完全に今回、閣僚級から締め出したんじゃないですか。それだけでも大きな刷新だと思います。ね、これで二階さんがねあの、衆議院選挙に落ちてくれれば何も言うことはないんですけどもね。<laughs> まあ二階さんが別に特別嫌いってわけじゃないですけども、ただもう、お疲れ様だと思いますんで、ね、もう仕事はね、若い人に任せてほしいなと思います。 もう若いって言っても50代ですからね政治家の若さっていうのはもういささかちょっと脅しいかれてるかなと思いますね50代で政治家さんだったら、うん、まあ最近の50代もでも若いですからねはいそれでですね岸田さんなんですけどもどうしても断りきれなかった麻生派の閣僚とかあ重要人事もあったみたいなんでそこはちょっと一部批判を食らってるんですけども私たちが岸田さんの味方だよっていうメッセージを送りつついることによって岸田さんは党内で誰に嫌われても国民の 方向を向をいた政治をしてくれると思いいます。いちいち何かあるたびに国民私たちが叩いてしまうと岸田さんはだったらいいよって感じでやっぱりね自民党権力者寄りになってしまう可能性もあるんですよですんで私たちはねこれから岸田さんにどのぐらい思いを寄せていけるかっていうことが岸田さんの政策を公約を成功させるキーポイントになると思いますいちいち批判したりねもうね否定することを前提に入るんじゃなくって岸田さんはね本当に最後の砦りじゃないかなと思いますよ でもどちらかというと今はね厳しい立場にいますというのが今までの既得権益にもいい顔をしながらじゃないと今の立場になれなかったわけですよですんで多少既得権益に義理を立さないといけないっていうところで今半々ですよね国民の意見と既得権益の意見とやっぱり融合させていかないといけないんででも多分岸田さんをステップにして次の総裁おそらく高市早苗さんとかになるとすると今度はもっともっとね 国民目線はは大ききくく出るとと思いいますし、最近はね、財政均衡論につててちょっっ語られなくなってきた。要するにプライマリーバランスの黒字化を、まあ、停止してでもね財政は健全しなければならないっていうことが堂々と総裁選でも語られてましたんで、うん、これは大きいことだと思いますよ。プライマリーバランスはね2025年にどうこうとかいう話はもうこれから出てこなくなると思いますからそれこそ先延ばししてでも。 後回しにしてでも、まずは財政を健全化して国を強くするために、まあ、防衛費などを増やしてとかね、それから弱者救済のための糸口をもっともっと増やしていこうみたいな。で、岸田さんは今年中に補正予算を数十兆規模で組むというふうに言われてますんで、私の期待するところ、を40兆から50兆組んでね、それから余っている前回執行されなかった30兆の予備費、これを足して70兆規模の経済対策を、この岸田政権、 1> 第1期目でね、やってくれるんじゃないかなと思います。で、岸田さん、最長で7年から8年勤めることになると思うんですよ。この方、とにかくクソ真面目ですからね。多分、スキャンダルみたいなのって無縁だと思うんですよ。それだけでもすごくないですか。安倍さんとかね、見てくださいよ。散々でしょ。ね。<laughs> ひどいもんですよ。森友かけはじめ、桜を見る会。もう悪党のね、集大成みたいなもんです。ただ、安倍さんの立場に立ってね、擁護するわけではないんですけども、 こういったいろんな人の顔色をうかがいながら調整することによって、まあ、国の政策が進んだところもあるって事実なんですよただやっぱり安倍さんはねちょっとねあの被弾しすぎました、うん、やりすぎてここまでだったんでしょうねそれからあー、まあ、病欠でね菅総理に変わったわけですけどもその後に岸田さんが出てきたってのは大きいですね岸田さんはクソ真面目にね業務こなしますからもう女性関係でねスキャンダルもないですしなんか悪徳集団と関わることもないですしね いやそういう意味ではあのだんだんクリーンに向かっていると思うんですよ、うん、でも岸田さんでも跳ねのけられない既得権益ありますからそこはねやっぱり声高を合わせ飲むという範囲で、うん、追求はしつつもですねどちらかというと、うん、やってくださったことにまあ目を向けた方がいいのかなと思いますね肝心なのは岸田さんの改革の意欲を失わせないように 私たちは信じてるよというふうなメッセージを送り続けることだと思います。はい、ちょっと長くなりましたね。うん、すいません。えっ、ー、と、岸田総裁がこの間、なんとかかんとかですねうるす、国会議員の全ての方を責めているわけではありませんが、私のところ投票したあ議員の方たちは、選挙の時にしかお見かけしたことはなく、選挙の時だけお願いします、ですかもっと国民に寄り添えないのですかここまでを申し上げますと、確かにね、 国会議員ののの方っててていうのは、選挙の時だけ出てきてね、ね。わわ言いますよ、ね、岸田総裁はね、全く違います。岸田さんっていうのは広島に足しげく来て選挙があってもなくてもですよ普段から私たちの国民に寄り添ってね自分はこうしたいんだ皆さんはどうですかみたいなことを本当に聞き取ってくださるんですよこんな政治家さんっていうのはね立憲民主党の小川淳也さんとか山本太郎さんね令和新選組のこういった限られた方しかやってくれないですよ 多分ね、このね、すべてのクエスチョンにできる限り丁寧に答えようとする。その精神っていうのは政治家に必須のものですけども、どちらかというとね、説明責任を逃れたりとかね、どっかね、病気を装ってどっか消えたりとかね、で、説明は尽くしたとか言って何も聞いてないのに言い逃れたりとか、まあそういうせこい人ばっかりだと思いますけども、岸田さんに関しましては、もうね、なんていうのかな、クソ真面目ですから、個人的にその辺はね、 前回答をやってくれると思いますよもちろん回答がね間に合わないところもありますんでそれをね無回答だとかって責めるんじゃなくてあのやっぱりこう記者の質問もね一つの質問に三つとか8つとか詰め込んでくるから答えにくいんですよ本当に一問一答ぐらいにしていただくといいんですけどねはいえー、岸田さんはね寄り添ってくれると思いますよ国会を見ても聞いてるのだか聞いていないのだか寝ちゃっている議員さんもだいぶいると。 あとは、互いの付き合いばかり、大事な国民生活の話を進めてくださいと悲しくなってしまいます。これは大いにわかります。私たちももっともっとね、声を届けていかないといけないなと思いますね。本当にね、国会にね、乗り込んでいってね、もうちょっと演説したろうかなと私いつも思いますよね。一生懸命日々生きている誰かのために頑張っている様々なところに目を向けてほしいと思います。その通りですね。えー、これからも私たちは、この YouTube なり、あのー、SNS を通じて、私たちの暮らしをもっともっと表現していきましょう。 確かに今、いくら表現しても、権力者には届かないかもしれませんけども、でもね、権力者も元々は権力を持ってない人なんですよ。普通の人ですよ。岸田さんっていうのは、えー、まあ政治家一家に生まれたんですけどもね。でもお父さんは自分がまだ若い頃に亡くなって、その亡くなった一番を引き継ぐ形で、翌年には立候補されたんですよね。岸田さんっていうのは、東大を3回もしたね、苦労人なんですよ。で、政治家になるために東大に行く。 でも東大が自分を入れてくれないってことでねそれでも何回もトライしてそして私たちの失敗したり立ち止まったりうんなかなか一歩を踏み出せない人の気持ちをよく分かった苦労人ですね菅さんはね単純に比較ができませんけども菅さんも苦労人なんですけども自分がここまでできたんだから平民から地盤もなく看板もなく総理ができたんだからみんなも頑張れよみたいなところがねちょっと強かったかもしれませんけども岸田さんは 頑張ってもできない人の苦しみとかね悔しさにものすごくね気持ちを合わせてくれる方だと思いますんでね大いに期待してもいいんじゃないですかただ心配は岸田さんをしのぐ勢力がまだ自民党内にはうよいよしていての岸田総裁を表に使ってです、ね、裏から糸を引くその影響力はすぐには完全なくならないってことですよね多分岸田さんが長期政権を樹立したその途中で 岸田色ってのははっきりと出てきてそういった政界の妖怪をねどんどん追い出してくれるんだと思います最後に私はこう考えてます最もがんなのは麻生財務大臣なんですよ、ね、で麻生財務大臣は今回副総裁ってなりましたでもこれが多分最後の仕事です岸田総理がその任期を務める間に麻生さんは去っていきますもうご高齢ですからねもしかしたら突然の入院そのままお亡くなりになるってことも考えられますが 多分業務ににもうう、ね、耐えかかねねるるよななってくるんじゃないですか、ね、やっぱり政治家の仕事ってのは激務ですから麻生財務大臣も元気な方ですけどもさすがにね80ももう半ばに入ってくると記憶力も低下してあの絶妙なトークも聞けなくなるんじゃないかなと思いますよね、まあ、麻生財務大臣は役職としては私はね不適任だと思います本当に日本を徹底的に困らせてくれたなと 思いますけどもね、ただ麻生太郎個人としてはね気のいいおじちゃんだなと思っておりますんで体を大事にしていただきたいかなと思いますその意味で早くね正解を退いて落ち着いた隠居生活を麻生さんに送ってもらいたいと思うんですよねえー、ということでですねあのコメント本当にありがとうございました私ねいろんな気持ちを詰め込んじゃったんでもしかしたらコメントに即してない返信になったかもしれませんがゆうさんとねなんかお茶を飲みながら話すような感覚で忌憚なく今回は話させてもらいました あの私の見当違いもかなりあると思いますんでその辺はねちょっとご容赦いただいてご指摘いただければと思いますいろんな考え方に触れて私ももっともっと頭を柔軟にしないといけないですよねそれでは今回は以上ですまたコメントくださいありがとうございました